マカオ警察のマークマカオ治安警察局は、ポルトガル統治下のマカオ政庁及び、現在のマカオ特別行政区の管轄下にある警察。1691年に、ポルトガルが上陸してこの土地を植民地にして、以降海軍兵士が保安任務に携わり、1841年にマカオ政庁が警察を誕生させる。1861年、マカオ警察は、 警察部隊と解消される。1999年、マカオは中国に返還され、警察部隊はマカオ治安警察局と再び解消される。治安警察局は局長が指揮し、その下に二人の副局長がついている。ポルトガル領マカオ時代は、ポルトガル人が局長他上級職に就任していたが、中国返還後に、 マカオ市民が局長に就任するようになった。2010年の暴動を鎮圧するマカオ警察制服警官は主に S&WM10 リボルバー拳銃を使用し、また私服警官はコルトディテクティブスペシャルのような短いリボルバー拳銃を使っている。武装警察である特警隊はグロック19や H&KMP5 及び MP9。 特別行動組はそれらの他にも、シグザウ LP226、H&KG36、シグ SG552、H&KPSG1 などを装備する。また機動隊的任務を持つ、特防隊では、縦の他に、警防やヒチ性ランチャーといった装備も保有している。ありがとうございます。